ムツヘタの歴史的建造物群は、ジョージアの古都ムツヘタに残る3件のキリスト教建造物を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。かつて、イベリア王国の首都であり、グルジア正教会にとっても重要な地位を占め続けた、ムツヘタの教会建造物群は、中世コーカサス地方の文化水準の高さや、教会建築の様式を伝える。 優れた例賞として評価され、1994年にバグラキ大聖堂とゲラティ修道院と共にジョージア初の世界遺産として登録された。2009年からは管理計画の問題点などを理由として危機にさらされている世界遺産リストにも登録されたが、2016年の第40回世界遺産委員会でリストからの除去が決定した。登録時点での名称は ムツヘタの都市、博物館保護区だったが、2005年に、現在の名称に変更された。スベスティツホベリ大聖堂の聖女、ニノの遺恨音和の空きと、肥沃な土地に恵まれているムツヘタは交通の要衝にあり、紀元前4世紀にイベリア王国の首都になった。西暦334年には、聖女、ニノの働きかけによって、キリスト教がイベリア王国の国境と定められ、 首都ムツヘタにも最初の木造聖堂が建設された。この時期がムツヘタの最盛期であったが、6世紀には首都がトビリシに移った。町の規模は小さくなったが、その後も創始教座が残るなど、グルジア正教の中心地であり続けた。当初の登録名はあたかもムツヘタの都市そのものが世界遺産になったかのようだったが、 実際に登録されているのは、聖女、ニノの伝説ともゆかりが深い以下の三件のキリスト教建造物である。スベティツホベリ大聖堂の登録面積は2.33ヘクタールで、干渉地域は設定されていない。キリスト教がイベリア王国の国境となった後、ムツヘタの王宮の庭に最初に建てられた木造聖堂の跡地に建てられたとされ、ジョージアの聖堂の中では、 古さと大きさの点で群を抜く。名前は、生きた柱ないし、生命を授けるの意味で、もともとあった木造聖堂の柱が、ニノの祈りで直立したという伝説にちなんでいるという。木造聖堂は五世紀に石造のバシリカとなったが、現存するのは1010 10年から1029年に再建されたものである。大聖堂はその後も修復や改築を経ている。 首都がトビリシに移った後も、長く、グルジア聖教の創始教座が置かれていた、大聖堂であり、王の戴冠式なども、この大聖堂で挙行され続けた。サムタブロ教会、中道院の登録面積は0.49ヘクタール、干渉地域は8.73ヘクタールである。ムツヘタ北部に残るキリスト教建築で、伝説ではニノが住んでいたことがあるとされている。 最初に作られたのは4世紀の小さな聖堂で11世紀にはより大きな聖堂が建てられた。首労や修道院としての様々な建物が付随するようになったのは16世紀以降のことである。サムタブロにはキリスト教を国教と定めたイベリア・オーメリアン3世と王妃7の墓も残る。ムツヘティスジワリ。 ID708 から003の登録面積は1.03ヘクタールで、干渉地域は設定されていない。じわり聖堂は、小高い丘の上にあった異教の神殿跡に、ニノが十字架を建てたことに由来するとされ、ジョージア国内でも特に聖なる場所として崇められた。6世紀半ばに小さな聖堂が建てられた後、6世紀末に、サガンのより大きな聖堂に建て直された。 テトラコンチと呼ばれる四様型の建築様式は、グルジア一帯の伝統的な様式に則っ,っており、ジワリ聖堂を藩として建てられた聖堂は国内に多く存在している。ニノが建てたとされる十字架は、ジワリ聖堂内に現存している。ジョージア当局が推薦した時点での名称は、ムツヘタの歴史的教会建造物群だった。登録された時の名称は、ムツヘタの都市。 博物館保護区になったが、当初から名称変更の必要性が議論されており、2005年に現在の名称に変更された。前述のように、当初の登録名は、ザ・シティ・ミュージアムリザーブオブマツケタ、リザーブで選びる、ムーゼイでマツケタだった。その時の日本語訳としては、以下のような表記があった。現在の正式登録名は、ヒストリカルモニュメンツオブマツケタ、 モニュメンツイストリックでまつけたである。その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。世界遺産委員会はジョージア政府に対し世界遺産登録範囲周辺の私有地の拡大や修復や管理についての適切な計画が策定されていないことについて しかるべき対応を取るように求めていた。しかし、十分な対応が取られていないとして、2009年の第33回世界遺産委員会で危機にさらされている世界遺産リストへの登録を決めた。これについて、2016年の第40回世界遺産委員会では状況に改善が見られたとして、危機遺産リストからの除去が決議された。ありがとうございます。